Google クロームですね。はい、それではですね、5月24日の朝の電動放送です。今日は天気がいいようですね。今日は外に出れます。それでは、早速行きたいと思います。5月24日火曜日、知れ、主こそ神であると、主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。知れ、主こそ神であると、主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。You know the Lord is God.He created us, and we belong to Him. We are His people, the sheep in His pasture. You know the Lord. You know the Lord is God. He created us, and we belong to Him. We are His people, the sheep in His pasture. この主こそ神とありますが、この主というのはですね、言語で言えば、ヤーウェですね。ヤーウェという言葉なので、だから、正確に言えば、ヤーウェこそ神である。ヤーウェこそ神であると。そういうふうに、訳すとわかりやすいと思います。ヤーウェは私たちを作られた。ヤーウェは私たちを作られた。私たちはヤーウェのもの、その民、ヤーウェに養われる羊の群れ。それが旧約ですね。旧約です。そして新約は、イエス様が神の子で、この地上に来られた。私たちにとってイエス様が主になるわけですね。主イエスキリストと言いますね。主イエスキリスト。つまりイエス様こそ神である。イエス様が私たちを作られた。ヨハネ一章にはそれがありますね。イエス様が私たちを作られた。そして私たちはイエス様のもの。イエス様の民。イエス様に養われる羊。そういうふうに考える。それが新約ですね。それが新約です。皆さん、私たちはイエス様のものです。イエス・キリストこそ主。イエス・キリストこそ私たちの主。それでは、出かけましょう。今日はどこに行きましょうか。新しい帽子をかぶって。今日はいい天気です。いい天気です。教会の花ですね。教会の花。あと新しい花が咲きましたね。ちょっと教会の新しい花ですね。これはパンジーまだ咲いてます。これがですね、これがいい匂いをする祭りかジャスミン。これジャスミンだと思いますね。いい匂いがします。今日は、車で来ました。
久しぶりの謝罪になります。今日はですね、どこに行くんでしょうか。それでは出かけましょう。今日のメッセージですね。今日のメッセージ、そうですね、今日のメッセージですが、そうですね、美女と野獣だったかな、美女と野獣という映画がありますよね。まあアニメで、美女と野獣っていう物語の中に、まあ、ある老人かなんかが、王子か王様のところに訪ねてくるんですね。そしてまあ、その人を、まあ、追い出すのかな、追い出してしまう。しかしその老人が何かこう、まあ、何かですね、力があるものだったのかな、そういう物語がちょっとありますけど、イエス様が、このイスラエルに来た時、イエス様がこのイスラエルに来た時、イスラエルはイエス様を、メシアと信じないと、ね、十字架に殺してしまいます。つまり、イエス様はイスラエルの神様にもかかわらず、イスラエルはそのイエス様をですね、認めなかったんですね。そういう悲劇があるわけです。それは悲劇なんですけど、そういう悲劇があるわけです。はい、着きました。そしてイエス様は、ね、おっしゃいました、その神の訪れを知らなかった、イスラエルは神の訪れを知らなかったとイエス様はおっしゃいました。ここはですね、綺麗な
公園ですね。綺麗な公園。ここ新しい公園として見つけました。車はですね、公園の空き地がありますね。公園の空き地のところに停めてます。はい、そういうわけで、イエス様がイスラエルに来たときに、イスラエルは神の訪れを知らなかった。神の訪れを知らなかった。そのようにイエス様がおっしゃいました。イスラエルは、ね、メシアを、待ち望んでました。救い主メシアを待ち望んでいました。そのメシアが来たにもかかわらず、そのイスラエルは、そのメシアを十字架につけてしまったんですね。それは何という悲劇でしょうか。何という悲劇でしょうか。景色見えますね。景色がちょっと見えます。こういうとこですね。ちょっとここに座ることもできますね。はい、じゃあちょっとここに座ってお座りできます。でもそれは、イスラエルだけではなくてですね、世界中の国にも言えると思うんですね。例えば、日本にもですね、日本にもフランシスコ・ザビエルが来ましたね。フランシスコ・ザビエルが今から何年前でしょうね。500何年前ですかね。500何年前にフランシスコ・ザビエルが日本に来ました。そしてある人たちはね、信じました。クリスチャンがだいぶ増えたんですね。クリスチャンが、増えました。そして、クリスチャン大名も、ね、だいぶ増えたんですね。クリスチャン大名が増えました。しかし、結局は日本はイエス様を拒んで、キリシタン禁令をしました。そして、そのクリスチャンを迫害したわけですね。まあ、これも結局は日本が神の訪れを知らなかった、ね。神の訪れを知らなかったと言えるでしょう。イスラエルが神様の訪れを知らなかったように、日本もですね、神の訪れを知らなかったんですね。神の訪れを知らなかった。そして日本は、明治維新で開国しました。開国して、外圧によって、しぶしぶ、キリスト教を認めるようになるわけです。そこで、またプロテスタントが入ってきました。しかし、一応、信教の自由は、一応認めたにもかかわらず、基本的には、日本は、イエス様を拒み続けてきました。神の訪れに気がつかないわけですね。神の訪れに気がつきません。まあその結果、神道国家になり、天皇崇拝になり、戦争を起こしてしまうわけですね。あの戦争は天皇の名による戦争です。しかし敗北しました。日本は、大変な敗北をしたわけです。そして天皇は、人間宣言をしたわけですね。神ではないんだと。天皇自身が人間宣言をしました。
私は神ではない、私は人間である、私は人間であると、人間宣言をされました。しかし日本は、そのような敗戦や、人間宣言があったとしても、なおかつ、神の訪れを知らなかった、神を受け入れなかったわけですね。それが日本の悲劇ですね。日本の一番の悲劇、日本の一番の悲劇、神の訪れを知らなかった、神の訪れを知らなかった、それが日本の一番の悲劇なんですね。そして今ですね、終わりの時代に入りました、終わりの時代に入りました、世界で一番クリスチャンの少ない国、世界で一番クリスチャンの少ない国、それはイスラム教国じゃないんですね。イスラム教国じゃなくて、共産主義の国じゃなくて、日本とイスラエルなんですね。日本とイスラエルが、一番クリスチャンが少ない国。まだイスラエルは神を拒んでいるんです。イスラエルは神の民であるのにもかかわらず、イスラエルは神の民であるのに、まだイスラエルはイエス・キリストを拒み、神を拒んでいます。日本もですね、日本も信仰的な国でもあるにもかかわらず、宗教的な国でもあるにもかかわらず、まだ、本当の神を拒み、イエス・キリストを拒み、本当の神を拒んでいます。皆さん、多くの人はですね、多くの人は、神様の祝福を受けるべきなんです。神様の祝福を受けるべきなんですが、多くの人は、神様の祝福のない人生、祝福のない人生を送っています。多くの人は幸せになりたいと思いながら、その何が幸せかも知らないんです。多くの人は、この世の幸せが幸せだと思い込んでいます。皆さん、この世の幸せが幸せではないんです。この世の幸せが幸せではないのです。本当の幸せは、イエス・キリストを通して祝福されること。イエス・キリストを通して神様に祝福されること。それが本当の幸せなんです。人間として神様によって作られたにもかかわらず、神様によって作られたにもかかわらず、その神様の祝福を受けないで、生きている。神様の祝福を受けないで生きている。そして、幸せになりたい、幸せになりたいと、何が幸せかがわからないにもかかわらず、何が幸せかわからないにもかかわらず、ね、幸せになりたい、幸せになりたいと言っています。アジサイがもうすぐ、そうですね。アジサイが咲きそうです。ここになんかピンクの花があるんですね。なんていう花？ピンクの花。あとこれ白い花もあるんですね。
多くの人は人生の意味がわからないで生きています。何のために生きるかわからないで、この世的に生きています。神様抜きの生き方、神様抜きの生き方をしています。しかし神様は、神様が人々を愛していて、神様が作った人間を愛していて、その人間を何とか本来の神様が、御心に沿うように回復したいと、神と犬が鳴いています。野原ね、ちょっと野原があります。ちょっとベンチがあります。あまりきれいなベンチじゃないんですが、素晴らしい場所ですね。はい、まあそういうわけで皆さん、多くの人は神様の恩恵を受けないで、人間の力だけで生きています。人間の力だけで生きています。多くの人は神様の恩恵を受けることができるはずなのに、またこの人生は神を知るための人生であるのに、神様に愛され、神様の恩恵の中で生きるための人生であるにもかかわらず、神を知らずに生きているんです。多くの人は何が幸せかを知らずに、幸せになりたいと思って、幸せになれないで生きているんです。多くの人は本当の幸せを知らないで、虚しいことで生きているんです。この世界は神様が作られた世界です。この素晴らしい世界を本当に素晴らしいと感じるためには、神様が必要なんです。皆さんには神様が必要なんです。この世界を、作って、この世界を維持している、皆さんを作り、皆さんを生かしている神を知る必要があるんです。もし神様を知らないならば、自分自身も見失っているんです。人生を見失い、そして、自分を見失っているんです。ですから皆さん、この放送に来てメッセージを聞いてくださって本当に感謝します。毎朝毎晩放送していますが、皆さんの中でハッと気づいて、そうだったんだ、自分は作られた存在なんだ、自分の人生は自分のものではなくて神様と共に歩む人生なんだ、自分一人で生きていく人生ではないんだ、自
自分一人で生きていく人生ではなく、神様と共に生きていく人生なんだ。そのことにハッと気づいた。そうだったんだ。今までの考え方は間違いだったんだ。今までの生き方は間違ってたんだ。間違っていたんだ。そのことにハッと気づいてほしい。ハッと気づいてほしい。この美しい自然が、ね、単なる偶然の産物ではなく、この美しい自然が神が作った、神様が作った自然なんだ。自分も神様によって作られた、神の子になることができる存在として、神様に愛されるために、作られた存在としての人間だということに気づいてほしいんです。気づいてほしいんです。そして神様を知ってほしいんです。神様を知り、また、神様の愛を感じ始めてほしいのです。皆さん、私たちはお酒の味やタバコの味やこの世の快楽を求めていますが、それは神様が与えようとしているものではなく、それはある意味では本当の神の国のモデルに過ぎないんだ。この世の快楽は神の国のモデルなんだということです。そのモデルに甘んじてしまって本物を知り損ねている。多くの人は本当の喜び、本当の祝福を知り損ねている。それは、イエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して初めて私たちは神を感じ、神の愛を感じ、神の祝福を受けるんです。皆さんがこのメッセージを聞いていると何かを感じます。油注ぎを感じます。皆さんの中にはこのメッセージを聞いてて何かを感じて、ね、他の放送にはない、この世にはない何か、神の力を感じる、神を感じるという方が、おられます。油すぎを感じ、何かがある、何か癒される、何か解放される、何かを感じる、そのように感じた方が、ね、もっと知りたい、もっと感じたい、もっと神様のことを知りたい、そのように思う方が起こされているんです。起こされています。そして、求めています。そして信じるようになります。イエス・キリストを信じて神の恩恵をもっともっと受け始めている方がいます。それが証です。証です。イエス・キリストを信じて何かが変わった。イエス・キリストを信じて幸せになってきた。イエス・キリストを信じて神の力を感じた。神の愛を感じた。それが証です。それが証です。皆さんが神と出会ってほしいのです。イエス様と出会ってほしいのです。
イエス様と出会って、イエス様の愛を知ってほしいのです。感じてほしいのです。知ってほしいのです。感じてほしいのです。本当に必要なのは、本当に必要なのは、イエス・キリストであり、イエス・キリストの愛だということ。皆さんが知ってほしい。イスラエルは今でも神を拒んでいます。イスラエルはイエス・キリストを拒むことによって、結局は神を拒んでいることになります。日本もイエス・キリストを拒んで、神を拒んでいることになるんです。日本もイスラエルもまだまだ神と和解していないんです。まだ神様と和解していません。神様の本当の祝福を受けていないんです。イスラエルも日本も、イスラエルも日本も、イエス・キリストを受け入れて、神と和解するべきなんです。皆さん一人一人が、皆さん一人一人が、神と和解してほしいのです。神と和解してほしいのです。それでは、本当にイエス・キリストを信じて、神の祝福を受けるようになったかどうか、証を聞いてください。証を聞いてください。それでは皆さん、イエス様を信じて、神を知った証。イエス様を信じて、神を知った証。イエス・キリストを信じて、神の祝福を受けるようになった証。神の祝福を受けるようになった証。スタート。スタート。イエス・キリストを信じて、神の愛を感じるようになった証。神を感じるようになった証、神と出会った証、神様と共に歩むようになることができた証、スタート、スタート。スタート。イエス・キリスト以外は愛せません。神を知らなければ毎日何かに抵抗して生きることになる。生き返ったんですよ、マジで。神との関係が一番大事であると痛感しました。レイチェルさん。神との関係が一番大事だと、はい、ごめんなさい。痛感しました。この放送のおかげで毎朝がドキドキモーニングです。神を信じれば、すべての瞬間が喜びになる。神を信じれば、すべての瞬間が喜びになる。人間の先祖は、猿ではないことを知った。この世の国籍が日本で、真の国籍が天であることが分かった。猿は猿だよ。
猿は猿だよ。大手企業から内定をもらいましたが、イエス様と共に歩みたいので辞退しました。アメン。素晴らしい。この放送を見て心が清められました。フリップさん、この放送を見て心が清められました。アメン。不貧困を悔い改めた途端、性病が癒された。不貧困を悔い改めた途端、性病が癒された。ドラクエをやめたらサタンが出ていったような気がする。ドラクエをやめたらサタンが出ていったような気がする。アメン。アメン。信仰なしの人生なんて考えられない。信仰なしの人生なんて考えられない。毎週教会の礼拝に参加するために大手企業を辞めました。毎週教会の礼拝に参加するために大手企業を辞めました。キューちゃんに一言物申す。真実をありがとう。こちらこそありがとう。会社よりもイエス様を大事にするようになりました。会社よりもイエス様を大事にするようになりました。やっぱこれだね、この放送だね。やっぱこれだね、この放送だね。なんだか旧の放送を見るのがやめられない、止まらない。カッパエフセン。もっと強く、そう、強くなりたいと願った。武式の葬儀に行ったら体調が悪くなった。武式の葬儀に行ったら体調が悪くなった。死者崇拝ですね。死者崇拝、先祖崇拝、死者崇拝です。皆さん、悪魔も存在します。悪魔も存在します。神様も生きておられます。多くの人はサタンの虜なんです。サタンの虜です。サタンの捕虜ですね。捕虜です。仏壇を見ると吐き気してきます。仏壇を見ると吐き気してきます。ラピスさん。そう、イエス様の虜になりましょう、ね、イエス様の虜です。私ではありません。イエス様の虜、私たちはイエス様のものです。皆さん、私たちは神様によって作られたんです。神様によって作られたんですから、私たちは、ね、神のものです。そしてイエス様が、ね、イエス様が十字架にかかってくれたんですから、私たちはイエス様のものなんですね。私たちはイエス様のものです。私たちはイエス様のものです。イエスキリストを信じる者が神の民になるんです。イエス様を信じる者がイエス様のものになるんです。悪魔から解放されるんですね。
悪魔から解放されます。皆さん、私たちは悪魔から救われなきゃいけません。私たちは悪魔から救われなきゃいけないんですね。悪魔から救われる必要があります。悪魔から救われましょう。悪魔から救われる必要があるんです。イエス様と共に歩むんです、ね、イエス様と共に歩むんです。悪魔と一緒に歩んではいけません。悪魔と一緒に歩んではいけません。イエス様と共に歩むんです。私たちの人生は、私たちの人生は神と共に歩む人生です。神様と共に歩む人生です。イエス・キリストを信じて神と和解ができるんですね。イエス・キリストを信じて神と和解ができます。皆さんが悪魔から離れて神様に近づいてほしい。悪魔から離れて神様に近づいてほしい。罪から離れて、罪から離れて義を行ってほしいのです。義を行ってほしい。本当の人生を知ってほしい。本当の人生を知ってほしい。失われている、失われている皆さんが神様に、見つけられてほしいんです。通貨に住んでいます。日曜礼拝に参加してもいいですか？いいですよ、どうぞ。大歓迎です、大歓迎です。皆さんの人生は今までは失われていたかもしれません、ね、失われていたかもしれません。でも皆さん、イエス様に見つけられてください。イエス様に見つけられてください。皆さん一人一人が、皆さん一人一人が神を知ってほしいのです。せっかく人間として作られたにかかわらず、せっかく神の作った、自然の中に、生きているのに、近くに神がおられるのに、近くに神がおられるのに、神の訪れを知らない、神の訪れを知らない、目の前に神がいるのに、目の前に神がいるのに、神がわからない、神が見えない、神を感じない、皆さんそんな悲劇はあるでしょうか？そんな悲劇があるでしょうか？神を知らずに生きるなんて、神を知らないで生きるなんて、そんな悲劇があるでしょうか？そんな悲劇があるでしょうか？皆さんが、そのような悲劇で生きてほしくないのです。そのような悲劇で生きてほしくない。イエス・キリストを信じることが神を信じることになります。イエス・キリストの見ることが神を見ることになります。イエス・キリストの言葉は神の言葉です。イエス・キリストの言葉は神の言葉です。
皆さんに、イエス様のことを語れることはすごく光栄です。イエス様の十字架のことを語れることは本当に光栄です。これ以上のことはありません。これ以上のことはありません。イエス様の愛について皆さんに、語れることは本当に素晴らしいです。嬉しいです。皆さんが来てくださるから、語れるのです。皆さんが聞いてくれるから語れるのです。それは私にとって本当に特権であり祝福です。しかしまだ皆さん、日本には 99% の人が、 99% 以上の人がまだイエス様を知らないのです。神と和解していないんです。それはとても残念なことです。とてもそれは残念なことです。それは、皆さん、多くの人たちはいろんな問題を抱えています。多くの人たちはいろんな問題を抱えています。その問題の解決があるんだ。その問題の解決、それはイエス様なの。イエス様が問題の解決なんだ。イエス様が問題の解決なんだ。イエス様の教えを学んで、イエス様の教えを学んで、愛むならば、あらゆる問題が解決していくんです。あらゆる問題が解決していきます。生きる意味が分かるということは素晴らしいことですね。生きる意味が分かるということは力強く生きることができます。希望があるんです。希望があるんです。生きる意味が分からなければ希望がありません。皆さん、人生には生きる意味と希望が必要です。人生には正しい道が必要です。多くの人はその道を外れているんです。道を外れているということも、まあ気がつかないというか、多くの人は、道を外れているということにも気づきません。多くの人は正しい道を知りたいと思いながら、正しい道を歩みたいと思いながら、正しい道をまだ見つけていません。イエス様がおっしゃいました。私が道であり命であり真理であり命である。私が道であり真理であり命だとおっしゃいました。イエス様が道なんです。イエス様が正しい道、人間の生きる道、イエスキリストの教えに従うならば、イエスキリストの教えに従うならば命に至ります。天国に至ります。神と共に歩むことになるんです。イエス様は真理であり本当の命です。この世界を見てください。この世界、
特に今はですね、命に満ちているじゃないですか。命に満ちています。それは、命である方が作った世界だから、命を表しています。この自然界は、命の世界です。月の世界、火星の世界、金星の世界、それらは死の世界ですね。死の世界です。しかし、地球だけが命の世界。命の星。命の地球です。それは、神様が、命を見なさい。命を見なさいと、おっしゃっているわけです。人間は、肉の命を与えられましたけど、本当の命をまだ持っていないんです。失われています。その本当の命を与えるために、イエス・キリストはこの地上に来て、十字架にかかって死んでくれました。誰でも、罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じるならば、誰でも永遠の命をもらうことができます。はい、レチェルさん、行ってらっしゃい。レチェルさん、行ってらっしゃい。今階段を上ってですね、帰る方向に来てますが、ちょっと階段があります、ね、階段があります。ぜひ皆さんはイエス・キリストという方を知って喜んでいいのです。イエス様は生きていて、私たちは愛されています。それを信じてください。イエス・キリストによって救われる。イエス・キリストによって祝福される。それを信じるだけで、喜びが来るんです。それを信じるだけで喜びが来るんです。それではですね、変えたいと思います。皆さん、今日は何かを学ぶことできたでしょうか。また新しい何かインスピレーションを受けたでしょうか。皆さんに神様が必要だということが分かったでしょうか。それでは、運転します。
はい、ちょっとね、すれ違いが難しいところですね。緑の多いところというのはいいですね。緑が多いところ。自然の中は神様を感じます。私は神様を感じながら生きるべきです。多くの人は悪魔を感じながら生きているではないでしょうか。多くの人は悪魔を感じながら生きています。しかし私たちは神を感じながら生きるべきです。神様を感じながら生きるべきです。それが人生です。神の愛を感じながら、神の愛を感じながら生きるべきです。そこには忍耐が必要です。この罪深い世の中にあって、神の愛のうちを生きるということには忍耐が必要です。許しが必要です。忍耐と許しがなければ、この罪深い世の中で生きていくのは難しいです。ぜひ皆さん、私たちはこの現実の世界の正しい道、正しい生き方を学ぶ必要があります。学ぶ必要があります。今日の放送いかがだったでしょうか。皆さんが神と出会って、神を知って、そして、神様を求めてほしいのです。神を求め、神の愛を求め、神の力を求めてほしいのです。神様に向かって生きてほしいのです。神様から離れて、または神様の方に向かないで生きるならば、穴に落ち込んでしまいます。多くの人がサタンに惑わされて、間違った道、悪い道に行ってしまうのは、それは、悪魔に騙されて、そのイエス様に、から目を背けて生きている。神様に向かっていないで、神様に背を向けている。それが悔い改めですね。悔い改めというのは、背いているところから神様に向き直ること。神様に立ち返ること。神様にイエス・キリストを通して立ち返ること。これが悔い改めです。悔い改めです。
今日の放送を聞いて、そうか、今までは神のいない人生だったんだ。神様の祝福を受け損なった人生だったんだ。これからは、神様に立ち返り、イエス・キリストを通して神様に立ち返り、神様の祝福を受け、神と共に生きたい。神と共に生きたい。イエス・キリストを信じよう。そのように思う方、決心する方、アーメンと言ってください。これからは、罪から離れ、悪から離れ、サタンから離れ、神と共に生きていくんだ。神と共に生きていくんだ。そのように決心する方、アメンと言ってください。アメン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 。素晴らしい。アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。多くの方が、この放送を通して、神様と出会っていると信じます。この放送を通して、神様を知るようになったと信じます。証があります。感謝します。イエス様、もっともっと、もっともっと、たくさんの人たちが、神と出会いますように。イエス・キリストを通して、神様を知るようになりますように。神の愛を知るようになりますように。神の力を知るようになりますように。今、アメンと言った方々に、触れてください。出会ってください。アメンと言った方々、アメンと言った方々が、神を知るようになりますように。罪が許されて、罪が許されて、その、神様と和解することができますように。イエス様、出会ってください。触れてください。あなたを表してください。あなたの力、あなたの愛を表してください。またあなたを知らない人に、あなたを知らない人に、表してください。イエス様、お願いします。感謝します。今日の放送を感謝します。今日が素晴らしい一日となりますように。リスナーの方々にとって、今日は素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい一日となりますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。皆さんありがとうございました。また明日、今日の夜8時と、また明日の朝7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム。シャローム。シャローム。ありがとうございました。シャローン。シャローン。